西岡秀子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この岡村賞ですけれども、平成25年度に本学の文化学賞の学事業である女性研究者、研究活動支援事業一般型で採択されまして、まず最初に教員を対象としました特別賞岡村賞の授与でございます。表彰状第4回大阪市立大学女性研究者特別賞岡村賞、人工光合成研究センター副所長、複合生物学研究機構教授吉田智子殿、大阪市立大学長荒川哲夫。この3次元細胞製造はまだ計算中なのですが、現時点でもすでに 0.6 ナノメートルと非常に高い解像度の像が得られています。現在私が行っているこの P1 アドヘジンの研究は、今後解析を進め原子レベルで構造を明らかにするとともに、その足としての作用機構についても研究を進めていきたいと考えています。中学生になった時、一人の理科の先生と出会いました。その先生は女の先生だったのですが、イモムシがとっても大好きで、あ、かわいいって資料集のイモムシを見て毎回授業ではおっしゃっておられて、しかも極めつけが、その先生は毎年年賀状イモムシの写真で送られるという非常にユニークな、今でも忘れることができない先生です。そして毎回の授業で様々な生き物の仕組みや現象を生き生きととても楽しそうに話しておられました。私はそれがきっかけで生物学の世界にどんどん興味を持つようになり、いつしか先生のように私も生物学の面白さを人に伝えられるような仕事がしたいなと考えるようになりました。将来私は女性研究者として生物の面白さをたくさんの人に伝えていきたいと考えています。プレゼンをするとき毎回助けてくれるこの子は、初めて私がプレゼンテーションをした4年生のときに母が私に作ってくれたこの研究のマスコットキャラクターです。以上で発表を終わります。こういう微分積分、高2高3で習うようなあの微分積分、まあ、テーマとしてやっています。この中でも特にですね、あの偏微分方程式論というところにあの所属しています。2つ挙げるとすると、この絶対関数不等式、まあ、簡単に関数不等式と、まあ、偏微分方程式というのが私 の, あの研究のテーマになります。ハーディ不等式というのは、まあ、一番シンプルな形をちょっ
ちょっとここに書きましたけども、このようなもので、私としては、それを全空間で考えてみたりだとか、まあ、実はそのちょっと変わった形の臨界ハーリーフ等式はもともと古典的なハーリーフ等式と深い関係があるということを発見したりとか、でそれをちょっと論文にまとめて、まあ、このように 1,2,3,4 と、まあ、その他にもあのハーリーフ等式以外にもいろいろ研究をしています。ですね、ここに、写っているのはジョン・ホーブス・ナッシュというんで、ナッシュっていうのはとても有名でノーベル経済学賞を取られた方で、映画だとビューティフルマインドという有名なものがありますが、ナッシュはですね、そのアーベル賞を受賞され、2015年の5月に受賞されたんですけれども、その受賞式の帰り道でタクシー事故でお亡くなりになられましたが、もしそのタクシー事故がなければ、ここの2015年9月で多分会えてたんですけれども、ちょっと会えずに、世界中から数学者が集まってくる、まあ、その大規模な研究集会に参加したりだとか、さまざまな分野の女性の方と意見交換をしたりしました。ヨーロッパの方はとっても女性がすごい活発的に活躍してて、日本もそういう風になれたらいいなと思っていますけれども、大学院奨励賞をいただきまして誠にありがとうございました。発表はちょっと日本語で頑張ろうと思ってるんですけれども、これは書いてた絵で、日本とオスマントルコのなんかコンビネーションみたいな、絵を描くことにして、そこで賞をもらってることとかも なりました。そうですね、そこで私もなんかいつかこの絵に出てきてる日本に行ってみたいですねとか気持ちは 出てきました。ここに出てる大学はイスタンブール大学はトルコの一番古い大学なんで、植物園とかも非常に、有名です。日本で研究しましょうかみたいで、なんか奨学金とかにアプリケーションしてくださいみたいなパンフレットあったんですけれども、そこで宮田先生と出会ってスカイプしたんですけれども、これその時のスカイプの写真なんで、私はトルコからピュッて12時間かかるんですけれども、日本に来ました。マイコプラズマモビレという、魚の病原菌である、マイコプラズマを着目して、それの活動メカニズムを、研究しました。活動に関係ある、タンパク質をいちいち、ラベリングとかして、それで、活動メカニズムを明らかに、しました。研究だけじゃなくて本当に仲間になったりとかになって、本当にありがたいと思います。ありがとうございます。研究を始めましたのは大学の学部4年生4回生として研究室に配属されてからです。で最初に来ましたのが筑波のフォトンファクトリーで、でこの放射光の中の X 線を使いまして、私は個体触媒などの X 線吸収スペクトルというものを測定することになりました。結晶構造というよりも肺構造の異なる水酸化マグネシウムと酸化マグネシウムの定量ができるということが分かりました。私はゼインズを利用した定量的な局所構造解析を提案して、触媒などの機能性材料の分析に応用できないかと考えたわけです。でこの時の結果はファーストオーサーではないんですけれども、私の初めての論文になりました。でこの時私は、自らの素朴な疑問に基づいて研究をして良いのだというふうに思いまして、研究がとても身近になって、大好きになりました。でこのような一連の結果を、私は半経験的な定量的な極小構造および電子状態解析法としまして、ドクター論文にまとめました。今後はますます X 線の測定法や理論検査による全子のシミュレーションを発展させまして、今現在ここまで来ましたので、今後は活性成分をもっと触媒表面に並べるなど、合理的な触媒設計をやっていきたいと思います。研究に自然科学に誠実にという初心を忘れないようにして、
これからますますもっともっと研究を楽しみを努めていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。4名の受賞された先生方、本当におめでとうございます。皆さんも聞かれて同じような思いを持っておられるかもしれないんですが、難しい話をですね、我々分かりやすくお話をいただいたと思いますし、それから非常に皆さんのこの発表を聞いておりますと、この女性研究者支援士として本学の女性研究者を支援する立場として大変嬉しく、いらせていただきました。本当にありがとうございました。本当に最後になりますが、この事業をご支援いただいています、教育講演会の皆様に、厚く御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は長時間どうもありがとうございました。